家康を傘下に置く。脅威を除いた秀吉は天下統一事業を加速させる。四国九州を制し、朝廷からは豊臣姓を賜った。やがて豊臣秀吉に反抗する勢力は関東の北条、奥州の伊達のみとなった。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。降伏した伊達も加えた大軍で北条の小田原城を包囲する。秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。徳川軍の直政もまたこの包囲戦に参加する。彼の名はこの戦で天下に轟かんとしていた。新政の将、小田原征伐。最善を尽くす、それだけだ。いらっしゃいませ。お買い得品があります。やってみろ、新入り。調子に乗って突出するなよ、ガキ。おじえ、いつまでも子供扱いはやめてくれ。俺は島津のため戦うだけだ。調子に乗って突出するなよ、新入り。はあ？ダメです、ダメすぎます。俺がそんなことをすると思っている時点でダメです。あと、いい加減新入り扱いはやめてくれませんか。俺は島津豊久。さっきの話聞かせてもらった。一緒に頑固な大人たちを見返そうな。なんだ急に。俺はお前と共に戦うつもりは。遠慮すんなって。小田原城、若い力で落としてやるんだ。ああ、ダメだ、ダメすぎる。まためんどくさいのが増えた。丸まで攻め込んだか。こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。小田原城は難攻不落だ。その意味てめえらの身に教えてやら。閉門。あっちゃ、我が軍を分断するとはやりよの。急いで孤立した味方を救い出すんだ。さて、この窮地でも犠牲できるか、新入り。突っ込んで戦局を変えたいところだ。ここを抑えよう。それが最善だ。
最善を尽くしたまでだ。助かったぞ。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。ありがとう。これで島津の面目は保てた。秀次様を守って無茶をしたのは島津のため。ガキなりに最善を尽くしたということか。だから子供扱いはやめろって。みんな、よう耐えた。こっから反撃だ。まずは暴力で本丸を攻撃するぜ。開門。今だ。全軍停止。
男は永遠に不滅だ。突出せず味方と共に南極を乗り切ったか。上出来だ新入り。上出来ならいい加減、新入り扱いはやめてくれませんか。北条の魂まだ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。体勢は濃厚だっちゅうにまだ抵抗する。任せやれ。北条はまことしぶといな。秀吉様、他の古神は内通者なのだ。奴らに門を開かせましょう。開門。ようやったカメ。よし、東からも本丸で進め。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。ついてこれるか。これるか。春に挑むとは無感な勝負。敵将これが討ち取った。最善を尽くしたまで。なかなかやるな新入り。押してまいる。前方に直政ありよ。お父様、どうか無理はしないで。直政のやつ、女の子も全力で粉砕かよ。そっか、加減した方が失礼だもんな。開門。ついにここまで来たか。俺と一緒に乱世こう思って見やがれ。極むくぜ。
善を尽くしたまでだ。天下平定、ここに相なった。皆の者、大義決めた。直政は俺の公敵主だ。これからも一緒に頑張れ。待て、公敵主とは互いに認め合った間なら一方的に呼ばれては迷惑よなあ、新入り。どの口が言うんですか。やるな。あんな働きができるやつ九州にもそういないぞ。キャンキャンうるさいな。俺はただ徳川のために最善を尽くしているだけだ。俺は島津のため、お前は徳川のため。なんか俺たちって似た者同士だよな。はあ、ダメだ、ダメすぎる。俺にはまだまだ追いついてないぞ島津。それはうん、認める。潔すぎだろ。だから俺はこれからお前を目標に頑張る。絶対にお前を超えてやる。島津は諦めないぞ。じゃあな、俺の公敵主。なんだあいつ。寂しいんですか。武家の娘に生まれた以上、主君のために他家へ嫁ぐのは戦国の習いだ。寂しいんですね。お前な。聞いておきたいことがあってな。ああ、直政の口癖のことよ。ダメだ、ダメすぎる。あれはどこで身につけたものか。実は私のせいなんです。私が井伊家の当主だった頃、家臣によくダメだって言われまして、小さい直政は私の後ろによくいたのですが、その家臣の口癖が移ってしまったみたいなんです。なるほど、さようであったか。しかしダメすぎるとは。直政は家臣が私にダメだって言うたびに、その家臣に対してダメすぎるって返してたんです。幼いなりに母をかばっていたのだな。ふん、なんとも可愛い話ではないか。なお虎、惜しいことをしたな。ごめんなさいが口癖になればまだ可愛げがあった。あ、忠勝、それを言いにわざわざ来たというのか。まったく困ったものよ。やっぱり引退撤回しようかな。直政が忠勝さんとうまくやっていけるか心配です。